タタナのは、インドの大手自動車メーカー、タタモーターズが開発し、2008年1月に発表、同年から2018年まで市販された小型乗用車である。インドでの自動車普及を目指し、10万ルピーという驚異的な廉価での販売を目標として開発された。事実、2008年時点において、世界で最も安価な新車価格の4ドア乗用車である。 ナノの発表以前、インド最安価だった乗用車は20万ルピーで、販売されたマルチ鈴木インディアのマルチ800で、その半額を標榜したナノが2008年1月の北米国際オートショーに出展された際には、多くの注目を集めた。ナノの原型ともいえる10万ルピーカー構想は、タタグループの会長であるラタンタタが2003年に10万。 ルピーで買える車を計画していると発言したことから明らかになった。10万ルピーカー構想を立てた理由としてラタンタタは、一夜4人が1台のバイクで移動する日常風景を見て、手頃な値段で、雨の中でも安全な移動手段を提供したいと語っていた。事実、インドや東南アジアなどの発展途上国では、小型オートバイに3から4人乗りまでする。 極限まがいの危険な運転が21世紀初頭でも日常的に行われている。実際、二輪車は大体3万から4万ルピー程度であったのに対し、当時インドで最も安価なマルチスズキのマルチ800は20万ルピーと5倍以上の差があるため、ラタン会長はその間を埋める車があればもっと多くの消費者がバイクから車に乗り換えられると考えた模様である。 2008年のインドでは、新中間層と呼ばれる世帯年収9万から20万ルピー程度の世帯が急増していた。そして10万ルピーという金額は彼ら新中間層の年収1年分程度であり、10万ルピーカー構想は、まさにインド版大衆者、国民者構想であった。しかしながら、発表当時は10万ルピー程度では、 せいぜい原動機付き人力車か簡素な軽トラック程度の値段であり、まともな乗用車としての機能を備えた10万、ルピーカーなど実現は無理、と噂されていた。この論調は、専門家でも同様で、マルチ各社によって、インドで最大のシェアを占めていた、鈴木会長、鈴木治も、ラタン方の構想に対し、10万ルピーの車は、非現実的と発言していた。この、 不可能とする世表を覆すように2008年1月、インド本国のデリー自動車エキスポでナノは発表された。この際のプロモーションでは、先の鈴木会長の10万ルピーの車は非現実的という発言が幾度となく使われた。発表された、タタナノについて直後にマスコミからコメントを求められた、鈴木会長は外見は立派な車であり、 相当に売れるであろうと率直に表し、多々の動向を見守りながら対策を検討していく考えを示唆した。ラタイ会長は雑誌インタビューでナノの性能はようやくインド国内基準をクリアしたところだが、3から4年後にはナノを他国の基準に適合させて輸出したいと答えた。だが、ナノの発表後、環境は大きく変化し、ナノが当初の期待に応えられるかは、 難しい状況に陥った。世界的な原材料価格の上昇はナノへの大きな不安要素となっている。例えば鉱材の値上がりは他の車も同様だが、ナノは高級な機能と装備を省き半導体などの使用量が少ない分、鉱材が価格に占める割合が他の車よりも高い。従って鉱材の値上がりが他の車より収益に響く構造となっている。 そのため、車体価格を上げれば、ナノの魅力がなくなるし、価格を維持すれば利益が圧迫されるジレンマに陥ったという。また、石油製品の値上がりは、消費者の負担感として影響を与えることが懸念されている。ナノは、自動車としては燃費が良いが、オートバイ利用者の買い替えを主な購買層として想定しているため、燃費を比べられる相手は、オートバイとなり、 どうしても買い替えによって燃料費が増す。生産拠点も問題となった。当初は西ベンガル州シングルに新工場の建設を予定していたが、工場用地をめぐって、当時のインド共産党、マルクス主義派州政権が強引な土地収容で、全インド草の根会議派を中心とした地元農民による激しい抗議行動を受けたため建設を断念し、変わって、 当時のグジャラート州首相ナレンドラモディの誘いを受けて、同州のサナンドに建設することとなったが、発売開始時期は大幅に遅れることとなった。しかし、サナンドの新工場も1年少々という異例のスピードで2010年6月に完成し、年産25万台体制を築けるようになった。2009年3月23日、タタモーターズは、正式にナノの発売を発表した。 価格は当初の目標であった10万ルーピーを若干上回る11万2735ルーピーからとされた。また、サナンド新工場が稼働する2010年までは本社工場で対応せざるを得ないため、初期ロット分の10万台は予約による抽選販売とされた。2009年7月17日、ナノの納車が開始された。最初の3台の顧客には、 ラタン会長自らがキーを手渡した。また、2010年前半に予定しているサナンド工場の創業開始後も、ウッタルプラデーシュ州パンタナガル工場での生産が続けられることが発表されている。2010年7月現在、累計出荷台数は54,129台となっている。2012年10月、タタジ社長が GM インドなどに 在籍の実績のあったカールスリムに交代。ナノ以降目星い新型車が投入されないなどの事情も考慮する必要があるが、ナノの売れ行き不振も原因の一つとなり、同年後半より、たたじは経営不振に陥り、同士が再建を託される形となった。リアエンジンリアドライブ方式のモノスペース型4、ドア車で極小タイヤを装着し、 舗装路面の走行性能としては必要十分な能力があるとされている。搭載エンジンはアルミ製エンジンブロックの2気筒 623cc、重量約 600kg で最高速度は時速 105km、燃費は 20km、L、衝突時安全装置の一部を標準装備している。デザインはロンドンにあるタタチームが手掛けた。コストダウンのため使用や装備を 最小限に抑え、2008年時点で発表されている基本モデルの使用は以下の通り。2009年のジュネーブモーターショーでは、ナノ・エウロパという名称で蒸気仕様を一部改善した車両が出品された。2010年に欧州市場に投入される。他の部品もコストダウンのため、複合部分を一体加工しているものも多く、整備や故障時の対応に課題があると言える。 2009年7月、欧州仕様のナノがヨーロッパにおける全面及び側面衝突テストをパスした。2013年10月、天然ガスとガソリンの両方が使用可能なナノ CNGEMAX を発表。2014年1月、上級モデルとされるナノツイストを発表。新たに電動パワーステアリング、エンジンコントロールユニットなどを搭載した。 2016年4月、販売終了。価格破壊的な10万ルピーの値付けではあったが、生産コストは常時、販売価格を上回ってしまい、大赤字であったという。2015年5月19日、フルモデルチェンジ。社名を、ジェネックスなのに変更した。ナノツイストに続き、電動パーステアリングを標準装備したほか、全グレードでリアハッチが設けられ5ドアとなったほか、 ドアミラーが運転席側のみ装備された従来モデルに対し、助手席側にも装備された。上位グレードのエクセメイエクスタには EG ーーシフトと名付けられたオートマチックトランスミッションが搭載される。なおエンジンは従来モデルと変わらない 623cc、直列に気筒のまま。ただし、 価格がニューデリー渡しで最低グレードの G で19万9000ルピーカらとなり、事実上10万ルピーカーの看板は下ろした形となっている。従来モデルのナノ CNGE Max ナノツイストについては2016年4月の販売終了までしばらく併売されたものの、ジェネックスナノも結果的に販売不振のため2018年末までに販売終了となった。 2014年2月、タタモーターズは、ニューデリーオートエクスポに2つのナノツイストコンセプトモデルを出展した。1つは、ナノツイストアクティブと呼ばれるモデルで、内外装の小変更を行って、ハッチバック化したものである。もう1つは、カットモデルとして展示され、F、トロニックと呼ばれるマニエッティマレリ製の高速、オートメーテッドマニュアルトランスミッションが搭載されている。2009年、 インド国内で車両火災が3件報告されたことから、ステアリング付近の電装計に対策を施すこととなった。その後も2010年8月までに3件の火災事故が発生し、累計で6件となった。同年5月時点では2009年秋以降の火災事故は燃料パイプの切断などとしていたが、たたは相次ぐ火災事故を前に、 原因を究明し必要な対策を講じるとの声明を発表。声明の中で何千台ものなのナノが全く問題なく走っていることも知っておいてほしいと付け加えた。2009年12月に開催された福岡モーターショーにおいて日本国内で初めてなのが公開された。日本市場へは投入しないという。2010年3月。 ジュネーブモーターショーでナノを電気自動車化したコンセプトカーを発表。リチウムイオン電池を搭載し、最高速は時速 110km、最大高速距離は 160km の実用性を確保しているという、ありがとうございます。